はい、今回もお灸の話をしたいと思うんですけども2つ前の動画でお灸をねしている動画を載せたんですけどもその時によこう火をつけて途中で消す8分灸というのをしたんですけどもこういうふうにね指を。 伏せていくんですけどもはいでこう熱量を調整するのにぐーっと途中で消していくんですけどもこれがねかぶせるこっちの手がねすごく熱いんじゃないかっていう質問を受けたんですけども実はねこれ火をね ゆっくりこう蓋をするように指を押さえていってるので徐々にね消すっていうよりも消えていくんですよ消そうとするとぶっと押し潰しちゃうと熱いんですけどもだんだんこう被せるにつれて酸素が遮断されて消えていくので実はねこっちの手っていうのはそんなに熱くありませんでも練習し始めの頃はうまくね押さえれなくって熱いことってあるんですけどもうまくやるとほとんど熱いことはないです